読売中高生新聞プレゼンツ出力レコメンレスナー受験本イエーイ この時間はリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件にまつわるタレコミを募集し鬼デスクののりさんと新人記者の私菅ゆうかが聞き込み取材をしていきます紹介した事件はですね厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本紙に記事として掲載されるかもしれませんさらにネタを紹介された方にはもれなく番組オリジナル手帳プレゼントいたしますそれではゆかのすけさんはい今日もタレコミお願いしますはい今週は千葉県ラジオネームバコーンさんからの情報ですはい 先日部部活の女子部員で合宿がありました、はい、合宿中はユニフォームの洗濯などみんなの分をまとめて一斉にするのですが、うん、厳しくて近寄りがたい先輩の下着が洗濯後に行方不明になってしまいましたま焦った私たちは部員全員に手伝ってもらって探しましたがそれでも見つからず、うん、全員が盗難かもしれないと思いかけた時<ら>なぜか私の友達の様子が変だったので。 どうしたのと声をかけると私が着てるやつだ一言 <laughs> 持っているものと似ていたので間違えてつけちゃっていたんだそうですよりによって怖い先輩のと間違えちゃうい<て>言い出せないですよねえ<ー> <laughs> 詳しく聞いてみたいですね聞きましょうかそれでは爆音話を聞かせてくれもし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 こんばんはこんばんはこんばんはさあ爆音は今おいくつですか 今十六歳です。高校一年生？ご二年生？二年生。あ、二年生で。ちなみに何部に入ってるの？陸上部です。うん。夏合宿があって。へえ。選択自分たち。何人ぐらいいるの？部員は？四十人ぐらい。ええ。それを全部まとめてやるの？はい、何回かに分けて。超大変だよね。それはあの年齢が下の子たちがやるの？先輩の部も。 マネージャーがやりますああマネージャーさんはマネージャーさんでいるんだあ,あ私マネージャーですあ,あ、そうなんだバコンちゃんはマネージャーさんなんだねぇ<え>、はい、それで、ね、よりによってちょっと怖いなぁと思う先輩でねへぇ気になる、えー、<laughs> どんな下着だったんだろうどんな下着が着きますか、ゆかのすけは気になるから <laughs> い,かいや、確かにゆかのすけ今は偉いとう俺うからは聞きにくいと <laughs> 確かにね代表して確かに代表してお願いします ちなみにどんな下着だったのかな。可愛い感じでした。可愛い感じ。もっと具体的にいこうか。いやいや。可愛いはみんな可愛いじゃない。俺だって俺が今日履いたやつも可愛いからね。ただそのその柄的なもので間違えやすいからとかあるじゃない。それはほら今後リスナーたちに間違えないように、特にこういう下着は間違えないでねっていうためにさ、よく喋るんですかもね。すごい喋る。柄的にはどんな柄だったのかな。柄的にあ花柄。 花柄でさながらは間違いやすいよね <laughs> それは桜だったのかな,なんだかなそのちょといいですのりさんこれ以上はやめてくださいやめてきましたよねで結局その怖い先輩はどうしたの <laughs> あの優しい先輩にこそっと言って、うん、言ってもらったんですけど、うん、意外にもなんか優しい感じでいいよって言ってくれました。ああ ああよかったーそのまま持って帰んなくて済んだんだ、はい、<laughs> そのパンツはさ結局持ち物はどっちになるのその先輩に返すのかそれともその後輩がもらうというかこの受け継ぐというのかどっちに軍配は上がるのあ<ー>どっちになったの一回持って帰って洗って 返してましたおーやっぱねレギーといやこの洗ったとはいハンカチじゃないんだからさそなんつうのかちょっとこのまた難しいとこだけどねまあちょっと大事件ですよね先輩にいらないとは言えないからねその洗った様子で先輩はそれを履くのかどうかまた詳しい引き続き操作してもらえますかその先輩は今現在履いてるかどうかをちょっと気になりますけどねえちょっとねあたるだからブランに考えるんったら一応その履いてしまったパンツも用意しといて新しい下着も購入して 二つ返すっていうのが一番正しかったのかなええー、でもい女子同士だしもうそのまま友達同士だったらまだしも先輩となってくるとちょっとさそっかなんかどうなんだろ、ね、うね難しいよね <laughs> いやこれはちょっと継続ですかね知りたいだけじゃないですか <laughs> のりさんが <laughs> で結局どんなから買ったのなんつって、ね、<laughs> <laughs> もう関係ないことなの <laughs> のせさんいかがしてください本当にいや私じゃないのりさんが真面目なコーナーですからそ,、はい、そうですよで困っちゃってるからバコーンちゃんであのバコーンちゃんはあの応援するのが好きなんだ そうです結構好きですあそうなんだいいよねそれもまた大事な仕事じゃないそういう人がいるからみんな頑張れるってのもあるからねしかもみんなの分選択するなんて絶対大変できないよそんなほんとすごいと思うよ将来はどんな仕事つきたいとかあんのうん病院の中にやっぱりねやっぱ優しい子じゃなきゃなかなかできないよね病院ってことはいつか乗りもお世話になるかもしれませんからその時はぜひよろしくお願いしますねってねう つってもう忘れないです。で <laughs> また何か事件がありましたらよろしくお願いします。<laughs> よろしくね引き続き頑張ってね。はい、じゃあね頑張って。ありがとうございます。バイバイ。いやーすごいですね。本当に上、まあ、ならではのそうですね。ね事件ですけどもね。うん、もしっかり名前とか書いといたら間違えないですねきっと。でもさ高校生で名前書くてなかなかじゃない。ああそうなのか私今でも名前書いてます。ええー、<laughs> 誰とはどう間違えるの落とす可能性があるってことどういうこと？いや落とすかもしれないしなんか。 カーディガンとか他の服とかも,、えー、もタグのところに名前書いてます。俺名前なんて洋服に書いたことないかもしれない、えー。なんか私結構忘れっぽくて落としちゃうね。うん、なんかトムの絵とか書い、あトムっていう猫飼ってるんですけど、うん、猫の絵とか馬の絵書いといてなんかマネージャーさんに私って分かってもらえるように書いてます。ただただ可愛いエピソードありがとうございますいやいや本当にね。すご <laughs> いじゃないですか。ありがとうございます。いやいやはいじゃあもう。 このコーナーではじゃあもうなんですか <laughs> そうですか雑にノリが締めたから怒ってるんですかで <laughs> もう言っていいのから <laughs> 言っていいですよはいはい、はい、じゃあもうこのコーナーではリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件を募集中です受付メールアドレスは <laughs> レコアットマークジーアールキューアールネットです件名のところに事件簿と書いて送ってください <laughs> 電話番号の記載も忘れなくじゃあもうこのコーナーでは。<laughs> 紹介者事件はですね、厳格な編集会議を経て、<laughs> 読売中高生新聞の本紙に記事として掲載されるかもしれません。じゃあもうこのコーナーはですね、<laughs> ネタを採用された方には、漏れなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたします。たくさんのメールをお待ちしております。じゃあもう、さらに。かぶせなくていいよ。<laughs> <laughs> 何さらにかぶしてきた今回出演した内容は、YouTube の文化放送チャンネルでアーカイブ配信されますので、そちらもチェックしてください。